1月8日、伊予郡正木町筒井の正木公園体育館で、平成29年、正木町消防出初め式が行われました。出初め式とは、1月初旬に行われる消防関係者の仕事始めにあたるものです。この日は、町内の消防団員、消防職員、少年消防クラブ員が参加し、式典に先立ち行われたオープニングセレモニーでは、正木町立正木中学校吹奏楽部による演奏や、少年消防クラブの標語発表が行われました。災害が多様化、突発化する中で、災害への備えについては、今できることを着実に実施しなければならないとの思いを強くしています。こうした中、地域に根ざした消防団の役割は、ますます重要になっています。その後行われた式典では、消防団活動の功労者へ表彰が行われました。当日はあいにくの雨模様となり、屋内での開催となりましたが、参加した皆さんは地域の防災を担う使命を新たに誓う式典となったようです。